すごい。ショールームの画面が映ってる。え、画面だよね、これ。ショールームの画面だよ。すごい。あ、でも影ない。影で分かっちゃう。走るよ、目すごい目がしばしばする。こんばんは、みりんが8時半をお知らせします。最近にしてはちょっと早いお時間ですね。そう、今日めっちゃなんか近くで虫が鳴いてる。もうスズムシかな。ね、どこにいるんだろう。なんかめっちゃ近くにいる感じはい、ということで髪の毛、今日までなんですよね、投票が。ちょっと今から出すともう郵便局に直接行かないといけなかったりとかしてあれなので、はがきはもう今から出す方はあんまりいないかなと思うんですけども。そうなんです。改めまして、まだ全部終わってはないんですけど、投票してくださった方ありがとうございました。モバイル投票というのがありましてですね、STU モバイルのモバイルサイトに入ると漏れなく一票投票できるというものがありまして、泣き止んじゃった。はい、そちらの方は今日の23時59分までなので、ぜひよかったらよろしくお願いします。今から入っても間に合う。もちろん今から入っても間に合います。どこから入るんだろうって方はぜひ私のツイッターのリンクから飛んでもらうとちょっと分かりやすいかなと思います。今からでも全然間に合います。モバイル票だと、はがきだと当日消し有効なので、24時間営業の郵便局とかに行って受信をしてもらわないと。ちょっと今からもうポストとかでは間に合わないですね、残念ながら。うん、私も朝一でポストに出してきたんですけど、すごいドキドキした。ポストは郵便局に行けたらよかったんだけど、ポストはあの収集時間があって、その収集時間より後に出してしまったらもう明日出したことになっちゃうので、もう何回も確認した。この時間だよなっていうのを確認しました。うん、ちょっとね、今日出した方もポストの時間とか確認してくれたのかなと思いますね。ありがとうございます、投票してくださって。イエイね、どうなるかわからないですけど、なんかいい結果になるといいですね。うん、ねえ、私も昨日も5枚とあとはまた別で、おとといとか配信できなかった分家で書いてたので、うん、それを含めて今日は7枚
お、7枚出しました今日。じゃあ50何票かな、50は超えたな。自分一人でモバイルも、自分のモバイルも合わせてどうなるかな。でもきっと皆さんが今出せる力を出し切ってくださったのかなと思います。本当にありがとうございます。私もやりきりました。でも全然なんか入れなかったから、なんかマイナスなことは決してなくって、絶対例えば1位になれなかったらやめますみたいなのはないので、そこはね、こうマイナスじゃなくてプラスに、もし1位になれたらっていう方向にね、みんなでプラスに考えてたらいいなって思います。はい、めちゃくちゃ不安なのは不安ですけど、なんかあんまり安易にね、絶対1位だから大丈夫ですとかはね、大丈夫です。それを言えるのはね、5万票ぐらい入れた人くらいですか。大丈夫だから皆さん言わなくって、大丈夫、この世に絶対はないから。まあ確かにその、絶対はないけどね、難しい。私もだって絶対入れるとは思ってないし、何がどうなるかわからないですからね。数字はね、私たちも見えないので、難しいね。1位になったら楽しみ。そうだね、楽しみだね、楽しみ、楽しみ。信じるしか、そうだね、信じるしか。でもあんまりこういうことを言うとすごいなんか違うのにみたいなコメントがいっぱい来るから、それも嫌なんだよね。別に何々ちゃんに負けないようにとかは私思ったことないし、なんかこの子にはとか、あんまり他の子の話してほしくないのは別にそんな、確かに争うことだから人と比べないといけない職業なのかもしれないけどね。難ぴえんですね。まあでも全部終わったわけじゃないので、まだモバイル票が残ってるので、もし今初めて見に来たよって方とか、ちょっと何話してるかわかんないよって方はですね、今あの6枚目のカップリング選抜っていうのをしてまして、そうなんです。今ですね、皆さんと一緒に私も毎日投票をしておりました。投票はどうやってできるかっていうと、まず一つは思い出せる恋をしようの初回限定版を、ご購入していただくと投票券が入ってます。応募券がそこで1票できるのと、あとは ST48 のモバイルサイトの月額会員に入ると1票、月額会員はね300円プラス税です。で1票です。はい、まあ、CD 今から買うのはって方もぜひぜひ、モバイルサイトには今からすぐでも入れますので、皆さんのどうか心がちりつもになればいいなと思います。ちょっとでもね、応援してくれてる方はぜひなんか参加してもらえたら
ても嬉しいなって思います。ねえ、ぜひぜひ。あとはモバイル会員になるとブログが読めます。あとはくじとかにも挑戦できるし。あ、まだブログがね更新できないんですよ。なんか、え、なんでまで言っちゃダメなんだろう。なんか悔しい。別に今週のことなんでダメなんだろうっていうなんでダメなんだろう。絶対言ってもいいと思うんだけどな。でも確かにどこにも出てないの、まだ。なんで今週のことなのに告知ができないっていう、ことがあるんだろう。そんなにギリギリに出す必要なくないってめちゃくちゃ思うんだよね。いろいろ事情があるのは100分かった上でです。100分かった上で、なんかそれ隠す必要なくないっていう。隠す必要なくない？そりゃさ、例えばさ、例えばまだないとは思いますけど、6枚目の MV を撮りましたとかだったらさ、絶対言っちゃダメだけどさ、それはねちゃんと公式からダーンって。確定じゃないと、いや確定なんですよ、全然全然確定だし、私そうだけど、これはまだ一応確認してみてね、みたいな。もったいぶるね、もったいぶるよねっていうちょっとしたもやもや。確かにもっと先の予定とかだとさ、まだ確定してないこととかいっぱいあるし、なんかわかんないとかなるんだけど、まあ皆さんにも分かんないと思うし、私にも分からないし、きっと誰にも分からない事情がいろいろあるんでしょうね。ね、別にそんなまあいいや、ここまでにしときましょう。別に運営の人批判みたいになっちゃうと嫌だから、別にそんなつもりはないですよ。皆さん頑張ってくださってるので、そういうことではないですよでも明日ぐらいに告知ができたらいいなって、おもしろいブログが更新できたらいいなって思います。楽しみです。きっといい情報だと思うので、私にとっても皆さんにとってもぜひぜひ。なんか多分不安がいっぱいだから、こうやって他に当たっちゃうっていうか、他のこともいろいろこれだってとか考えちゃうんだと思うね。きっと心に余裕がないと、なんかなんでこれはっていうのを思っちゃうんだよね。なんか自分のことをもっと考えないといけないのに、心に余裕がない時ってさ、だってこの人もみたいな感じの気持ちになっちゃうよね。だからアンチの人とかってもう本当に心に余裕がないんだなって思いながら見てるがある人はね、もっと人の素敵なところを探すよねー、本当に
今日眉毛がいい感じに描けました。今日のいいこと、眉毛がいい感じに描けました。キラーン、まつげがいい感じに描けました。キラーン。あとは分かるかな、ちょっと目の周りキラキラしてる。今日アイメイクしかしてないです。アイメイクこんなにしたのにファンデーション塗ってないっていう、ちょっと雑な、普通逆なんですよね。あのファンデーションは塗ってアイメイクしないっていうのが普通なんですけど、私はなんかとりあえず 目の周りだけなんとかしたいっていう感じ。お肌もお休み、そうお肌もお休みいりますよね。私お仕事ない日っていうか、そレッスンだけとかの日はだいたいノーメイク、何にもしない。髪の毛じゃない、顔何にもしない。うん、何にもしないです。なんかめんどくさいのとお肌を休めたいのと2つ理由があるんですけど、ふい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 ですね。私アイプチとかしないですよね。この自然の線です。アイプチ、だからあんまりその3年前とか見てもあんまり二重幅変わんないって。15分経ったのでそろそろぼちぼち、そろぼちです。13位なぞさんありがとうございます。12位トリーミコージさん、なーちゃん神のシティティありがとうございます。11位なーさん、みんなで喜びたいの話もできて楽しい9月でした、ありがとうございます。10位あらなさん、台湾ありがとうございます。9位サッカーボーイさん、ありがとうございます。8位ゆみこ大好きさん、トッペール油断してまだ買ってない、ありがとうございます。よろしくお願いします、ね、それも告知したいんだけどね、ブログで書いたのにまだ載せれてないっていう。7位ヒーローさん、ありがとうございます。6位スランプくんさん、みんなで頑張ったから大丈夫、ありがとう。でもあんまり大丈夫は大丈夫大丈夫は結果が出てからね、まだわかんないから何も言えないから、ありがとう。ヤルトさん、夢に楽し中、ありがとうございます。ユッキーさん、夢にガチ恋中、ありがとうございます。3位タネさん、ありがとうございます。2位クマネパパさん、ありがとうございます。そして第1位がエリオルマルさん、ありがとうございます。きっと大丈夫、もう大丈夫な私はきっと今あんまり余裕がないんだと思う、心に。もう多分自分がどうしようっていうか本当に不安でいっぱい飲んだと思う。難しいね。そんな時のですが、これからもよろしくお願いします。動画見てねよ。ね、自分も一緒っす。ね、じゃあみんなであと半月間。ハラハラドキドキして待ちましょうね。えお腹鳴ったねえ、すごく不器用な私ですけども、10月もよろしくお願いします。10月もよろしくです。10月、そして七並べ1位ありがとうございました。パチ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 、今月もよろしくお願いします。今月なんか皆さんやってる？やってる？なんか私期間にちょっとやってただけで、今日って何時からあったの？七並べ？
14時から16時から、あ、16時からか。あー、そっか。私がちょうど七並びやろうって思ったのが16時過ぎだったから、なんか一回やって4位だったんだけど最初、なのに10何位とかになっちゃって、そんなって見たらまだ、なんかさ、あれってさ、私いつもさアップデートされた時にね、どのぐらいで100人が埋まるかを見るのが見るんです、時々。あれって当たり前のように100人バッて並んでるけど、一番最初は50人とか60人とかで100位まで出ないんだよね。そんなに最初だから人数してないから、だから私もが見た時も70人とかで、あ、すごい、じゃあこの10分間で70人の人が私のカード使ってくれてるんだみたいな、ありがとうみたいな感じで思いながらしてた。もう仕事終わりとかでね、結構今してくださってて、私も順位がどんどん落ちてきた頃なので、この後も頑張りますか。今日はこの後七並びを頑張りたいと思うので、ぜひ対戦できたら嬉しいです。顔意識高い70。そう、なんかやっぱりね、平日でお仕事があってとかの方も多いと思うけど、でもなんかそう、メンテナンスを待ってくれてたのかなみたいなのでね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。一緒に対戦しましょう。何分何秒はね、やらないよ、適当にやってる、やりたいとき。今日のラッキーさんは、じゃん、ゴーセブンさんは、じゃあ、ゴーセブンさん、ありがとうございます。明日はいい一日になるでしょう。おめでとうございます。適当な時間によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日も動画見て寝ます。本当に1ヶ月間ありがとうございました。応援してくださって。ね、結果は来月の上旬ぐらいにきっと出るんだと思います。票数も出ないし、7位までしかお名前が呼ばれない、7位までのメンバーが発表するというだけなので、うん、どうなるか分かりませんが、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、あ、モバイル票がまだあるのでよろしくお願いします。あと、そう、これもまだツイートができないんだけど、今日、まあ、ショールームは終わるんですけど、まあ今日ツイッターを見てると、ん何かあるのかないのか、ちょっと、あれかもみたいな心当たりがある方たくさんいると思うんですけど、何かあるのかな。ちょっとまだなんかもろもろこの後すぐっていうのができないんですけど、うん、きっと今日中にはね、何かしらツイッターでアクションがあると。みんな的にさ、なんだと思う？別にもう適当に言っていいよ。私はそんなことないよとかじゃなくて、もうなんかふーんみたいな感じで、ちょっと本当に思ってること言っていいよなんかそう、本当にへー、
と思った。別にここで言って当たってウェイとかじゃなくって、ただ単に私が聞きたいだけ。なんだろうね、まあ、ふーん、ふーんとか言っちゃった。まあ、そんな感じです。ふーんって感じです。なんか、違うともそうとも言えないですけど。ツイッターのみぞ知ることなので、今日中に皆さんに広告できたらいいなと思う。広告ってまだ、まあ言わない。はい。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。